こちょーす、中までたっぷりちはやです。クレヨンしんちゃんのケツだけ歩きを再現してみたっていうコースで遊んでいきたいと思います。これあれだね、最初のこのデブロスがジャンプした時から全ては始まるから。なるほどね。確かにしんちゃんくねくねしながらケツだけで歩いてたよね。いや、あれやんの相当きついからね。やっぱ、さすがに、しんちゃん自負してるだけあるよね。ケツだけは最強って自負してるだけあるわ。え？壁キックし放題な、かきくけコース。クリア時、マリオ、ナンバー4。え？え？どういうこと？よし、行きましょう。うわ、厄介。オッケー。まあ、乗って、はいはい。はいはいはい。え？あ、こうか。オッケー。入れません。ギリギリか、あぶね。オッケー、出てくんのかな。なるほどね、タイミングが分かんねえな。オッケー、これはなんかやったことあったようなギミックだったからいけた。厄介だな。これ真ん中ですね、真ん中。オッケーで、はい、ダメでも、まあ、こういけると。左、オッケー、ここは何にもなし。反応していく。オッケー。オッケー、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 オッケー。ノーミスで第一ステージクリア。中間あるね。あそこまで行きてえっすな。あ、ここか。うわ、引っかかった。こういって。オッケー、さっきと同じミスはしねえ。オッケーと思ったらそうなっちゃいましたか。もう一回同じミスはしねえ。オッケー、中間取っちゃえばこっちのも。さあ、そしてでっかいままキープ。でも食らう。ゴールが見えてますね。でもまだまだゴールじゃないっすよね。え、まだゴールじゃないですよね。これ経由させる意味。別にタイムぴったりじゃないんだろうから。これ経由させる意味だ。巻く意味。さあ参りましょう。はい、はい、はい、はい。これも真ん中で大丈夫じゃね？ああ、なるほど。これは、これに乗って、じゃなくて、これ、ああ、いいんだ。これに乗って入んなきゃいけなかったんだ。ゴールだ！早い！思った以上に早いゴール。いっぱい以下を狙うとか、この類のタイトルのやつね、いい思いしたことないんだよね、やってて。やだなぁ。怖えなぁ。上もなんかありましたね。まあ、P 踏んじゃいけないっていうのが本筋でしょうね。はい。うわ、三択。じゃあ、一番右だな、多分な。すよね。一体入りにくい一番右だろ。これはもう分かりやすくていい。オッケー。隠しかな？パウか。ん？パウ？こう行きまして。はい。P 踏むしかない。急ぐんだろうな、きっとな。いけいけ。オッケー、危ねえ、ギリギリセーフ。あ、入っちゃいけないやつか。うわー、オッケー。多分これ入っちゃいけないやつで、行くべきは右。でもスターは取れるんだよね。上行けます、右飛んでみます、死にます。このトゲの中、あ、やべ、くっそ、スター取るじゃん。でさ、あ、違う、俺が行きたかったのはこっち。オッケーオッケー。オッ
お、オッケーオッケー、土管があります。これでゴールがある方に帰ってこれました。死にます。この人のコースの作り見たら考え、あれダメだよな、反応しないとな。分かりきってたことじゃねえか俺、しっかりするんだ俺。持ってくパイったんかなぽいっすね。うわ、下の状況しっかり見てくれよかったな。え、はい、あ、はいはいはい、え、右、オッケー。でも上から降ってくるけど、まあメットかぶってるから大丈夫。でも取られる。どうなったっけ、こうか。おお、キノコパイセンがありますね。これ厄介だな。一気に右まで行けちゃうねー。この辺かな。お、なんか耐えすんだね。でも絶対これは入らねえのは間違いねえよな。土管入ってあと右行きゃもうゴールなんすよね。オッケー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 、合ってた。死んだけど、よし、はい、オッケー。でっていう、怖っ。Pも持ってく、踏んでく。あ、まずいかも。でもこれやばいかもしんない。赤玉とりあえず踏まなきゃいけない。タイミングが遅いね、これ遅い。こんなもんか。うわーうわー。よーし、あ、待って、出て、よーし。あ、しかもあれだね、 P も持ってくるか踏まなきゃいけなかったんだね。あー、お疲れ様でした。あ、ダメだ、届かねえ、クッパ折れねえ。あー、厄介なコースだったな。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。
出川哲朗、ちょ、食中毒、スプリングスピナー、スプリング、スプリング、スプリング魔王、ドーン。